当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は。アメリカ、ユタ州とアイダホ州にまたがるベアレイク。この湖には、巨大な蛇のような姿形をした未確認生物が生息しているのだと言われている。古代から、土地の先住民たちは、この謎の生物を恐れ、決して、この湖には足を踏み入れないのだという。今回は、このベアレイクの伝説の怪物、ベアレイクモンスターについてご紹介しよう。ベアレイク。アメリカ西部、アイダホ州とユタ州の州境にある湖で、全長およそ30キロ、最大幅およそ11キロ、また、平均水深およそ30メートル、最大水深63メートルの淡水湖である。この土地の先住民である、ショショーニ族の伝説では、ベアレイクには、巨大なワニや竜に似た怪物が生息しており、それが、たびたび人を襲うのだと、語り継がれている。ベアレイクモンスターの、その身体的特徴については、全長およそ20メートルから30メートル。その姿形は、蛇のようであったとも、ワニのようであったとも言われている。体色は、黒に近い茶色。もしくは、暗い緑色で、口には、鋭い牙が多数ある。目撃情報によっては、頭部に、2本の突起のようなものがあったとも言われている。また、胴体には、5本指で水かきがある獅子、もしくはヒレがあり、体をくねらせながら、猛スピードで泳ぐことができるのだという。さらに食性は肉食で、性格は獰猛だと言われている。次に、ベアレイクモンスターの目撃情報についてご紹介しよう。1860年、ベアレイクを訪れていた観光客10名が、およそ 5km 離れた湖面に、波を立てながら泳ぐ、全長およそ30メートル以上はあろうかと思われる、巨大な謎の生物を目撃。そして、その数分後、まるで、その謎の生物を追うかのように、小さいサイズの動詞と思われる生物がそれに続く形で出現。翌日、地元のローカル新聞を発行するサウスエデン社に勤めるジョンソンは、この湖を訪れた際、湖面に顔を出す謎の生物を目撃。その生物は頭部に2本の突起があり、蛇のような長い胴体をしていたのだという。さらにその翌日にも、同行を訪れていた別の女性たちによって、湖面をものすごい速さで泳ぐ動詞と思われる謎の生物を目撃している。1871年には、ミランド・プラットとトーマス・リッチという二人のハンターが、同湖で湖面を蛇行しながら泳ぐ巨大な生物を目撃。彼らは、この生物めがけ、銃を発砲したのだが、弾丸は当たることはなく、やがて、その生物は、水中へと姿を消した。同じく、1871年頃、地元の漁師が、ベアレイクモンスターの幼体と思われる、海生物を、湖の浅瀬で捕獲したとの情報を入手した。その漁師の証言では、捕獲した生物は、全長およそ6メートルで、口を開けると、人を飲み込めるほどの大きさだったのだという。また、この捕獲された海生物についてのその後の行方については不明である。2000年代初頭には、この湖の観光船のスタッフであるスワンソンという男性が、ボートと桟橋を固定しようとした際、彼が乗るボートの真下に、水中を移動する巨大で細長い生物を目撃。そして、その生物は、突然と水面から姿を現した。それは、赤い目を持ち、ぬるぬるとした質感の暗い緑色の皮膚をした蛇のような生物であったのだという。やがて、その生物は、水面を反転し、巨大な蛇腹を見せながら、水中へと姿を消した。ベアレイクモンスターのその正体については、およそ4000万年前の温暖な海に生息していた原始クジラ類の一種、バシロサウルスの生き残りという説や、チョウザメやヘラチョウザメといったアメリカ原産の大型魚などが有力視されている。ヘラチョウザメは、およそ3億年前から、その特徴的なヘラ状に伸びた長い突起物を持つ古代魚の一種で、チョウザメと同じく、
その骨格の大半が軟骨で構成されている甲骨魚類の中でも、特に原始的な特徴を持つ軟質類に分類される。非常に大型になる魚で、記録に残る最大のサイズは全長およそ2メートル、体重は100キロを超える個体が発見されている。いかがだったでしょうか。ベアレイクモンスター。また、怪しい生物が現れましたね。とは言ったものの、ドロップのチャンネルには怪しい生物しかいないのですがね。目撃情報によると、全長およそ30メートルを超える個体が生息しているということで、それはクジラ並みに巨大ですね。また、小さい個体もいるようで、これは、この海生物の子供なのでしょうか。しかし、その正体が、2メートルくらいのチョウザメやヘラチョウザメだとして、いくらなんでも、30メートルなどとサイズ感を誤ることなどあり得るのでしょうか。それとも、30メートルを超える何かがいるというのでしょうか。本当に、アメリカの湖には、スケールが大きい未確認の巨大生物が多いですね。皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。またお会いしましょう。